まいたち薬剤師らへの不適切発言で番組謝罪。オムガー開いて、もはや上級お笑いコンビかまいたちたちが関西のローカル番組で薬剤師への侮辱とも取れる発言があったのでご覧あれ。薬局行った時に病院の近くの、うん、その処方箋見てこう薬渡してくれる薬剤師の人がちょっとカウンセリングじゃないですけど、どうされたんですか今日熱今あるんですかとか、いや関係ないその結果これをもらって渡してんねんから、もうさっさと薬を渡して俺はもう帰りたいのに、どうされたんですか結構いつから熱出てるんですかとか、あれもう全然いらん時間やろって思っちゃって、だってそいつに言ったって薬買われへんから薬剤師さんも医療に携わってるから、それ一応その医者憧れみたいなのがあるんですよ。いや俺あれいらんねん、もうしんどいから早く薬渡して帰らしてほしい、なんかちょっと喋ってくんねん、うわババズマキッツーじゃない、これ薬剤師をバカにしてるよね。医者憧れって綺麗な落語家みたいに3年間修行もしてないのに、薬剤師は6年間学校行くんだぞ、しかも国家資格だ、ボケのなすびに光らへん。この番組2月28日放送のかまいたち MC、 これ余談なんですけど、という関西のローカル番組で、番組公式サイトはいつか一部不適切な内容があったとし謝罪したんだけど、ここにいるのはほぼ芸人と言ってもそれなりにお年の中堅芸人たちが揃いも揃って、職業差別そしてわロードとるみたいな、さらに何を持ってか漫才だけ磨いてお天狗になられておる連中が責任重大の薬剤師に上から目線発言、山内がしんどい時に長い説明はやめてって意図を周りが湾曲頑張っちゃ、そんで番組サイドもノーチェック、なんだろう、そこにまともな大人はいるんですか。薬剤師からしたらお前らが素人やぞ。まあね、実際私も医者になれなかったから薬剤師になったという話を聞いたことがある。昔は薬剤師の大学も4年生だったしね。ただね、調べてみると医者の大学も薬剤師の大学もトップの偏差値はほぼ一緒、めちゃ賢いし難関だけども、薬剤師の大学の方が偏差値の低い大学が存在するのも現実からといって、職業差別を公共の電波で流すのはいかがなものかと。あ、綺麗なもん、放送の免許とかあったよな。さて、番組公式サイトでは窓口で薬剤師が症状等の確認をすることは法律に基づいた適正な業務であることなど、薬剤師に関する番組側の認識が不足していましたと説明。そしてまた医師と薬剤師との関係について、薬剤師の方々および関係する皆様にご不快な思いをおかけした内容もありました、女子慎んでお詫びいたしますとつつって。まあ濱家も3月1日に X で処方箋の件考えなしに失礼なこと言ってしまいました、薬剤師の皆さん本当にすいませんでしたと謝罪してるし、そして本日ヤフコメには薬剤師さんが来られてます。薬局薬剤師です、現場にいて今回の話は薬剤師としてもわかります。実際患者さんの気持ちを考えずにあれこれ質問する薬剤師はいます。もちろん聞かなければいけないことは聞きますが、状況に応じて話のできない空気の読めない薬剤師はたくさんいると思います。今回の件で薬剤師としての業務を皆さんに分かってもらえるきっかけになってもらえるならと前向きに思いたいですし、逆に薬剤師も柔軟に対応できるように意識してくれるようになったらなと思っています。うん、意識高すぎ。そう、実際高熱が出てる時にしつこく聞かれたら気がめいてしまう、まあ、しかしまあ山内の話に対してかぶせてくる濱家の医者憧れもひどいけど、そいつに言ったって薬変われへんか変わるわ、薬も容量も変わる場合があるんだとさ。あといつも毒舌のヒッコロヒーですら松竹なのか遠慮しとるし、知識浅い中年芸人やなってこと。チャンネル登録よろしくね。くねくねくね。